こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットを始めていきたいと思います。今回はですね、キャピタル東京との公式戦ですね。結構すごいな、赤とか多いですが、果たしてどうなりますか。まずは練習試合ですね。武蔵野ホーネッツとやりましょう。マドカが疲れています。日本に勝って節子、もちろんはるかで、ゆうなえりかです。さっきキックオフ、取りました。センタリングからエリカが上げたが、これは入らない。ミオナイス。カナが上げて、エリカだが、スライディング食らった。ミオ、抜けられた。ここは頑張りどころ。クライス。ちょっとこれは、クレイミツに抜かれてしまった。おー。さあ、ここは、ジャネットが、クリアするが、ゴーッと漫才。こらえた。はるか。かろうじて、キャッチしました。お、後ろを越えた。だが、これは、ちょっと厳しかった。課題がどんどん増えていきます。三振の注意を払って、キャッチしないといけません。さあ、ここは、あーっと。そして、ファールにはならない。相手もどんどん出していきますね。ちょっと走力が落ちてきてるぞ。ジャネット。ちょっと簡単に渡しすぎ。パトエール。試合終了ですね。相手のシュートの方が圧倒的多かったです。さあ、次の試合がいよいよ公式戦、キャピタル東京戦。もちろんこのメンバーで戦います。日野が4周の欠場ですね。そうですね、キャンベローとか神戸翼あたりが結構疲れてます。ここなんですね、気をつけないといけないのが。おっとっとっと、まずオファーを見ましょう。ロブロ、レオハート、
とスタメンですが、サイト、マドカとクルミと緑を入れています。悪くはないですが、リオとセツカを入れ替えます。プライスなかなか今いいですね。ミオもいい、サツキ、ミオも入れ替えましょう。さあ、これで試合開始です。相手はどういう感じなんでしょうか。おっと、キャンデーオーが疲れてるけど、やっぱりキャンデーオーはキャンデーオーと国分を発せないですよね。相手側にとっても勝率は高いです。さあ、昨年首位のキャピタル東京相手にバトルします。キックオフ。しっかり取っていきます。逆サイドへ。国分さすがに高いですね。国分とキャンデロが実力派の選手です。こういうとこですね。しっかりゴベス早い戻りです。おっと、これは窓か、逆サイド抑えをナイス、そのままゴール。だから南へそ、右へ添えてしまう。さあ、回復に渡ってしまいますが、ここをしっかりクルミが取りまして、平和に渡します。さあ、翻弄していきます、奈良子。ここにミオが待っていた。さあ、ここで速攻決められると結構気をつけないと。ノーホイッスル。さあ、チャンスと思いきや。国分が上がっていきます。おお、緑、国分から取りました。スクリーンセンターパスを決めて、まどかのシュート、ファールです。わずかにペナルティーキックではない。緑、セシル横飛び。かなり早く攻めてほしい。マドカです。これはうまい。さあ、緑決まった、先制ゴール。1点先制したのはクラワンカリガーズ。ミオのアシストから緑が決めました。おっと、キャンデオさすがです。ここはさっこ気をつける。おっと、まず前半終了です。
さん、ここは、残念ながら決めきれない。さあ、国分しっかりしたドリブル、おっと、ゴール前ちょっとヒヤッとしました。チェンジです。かなりチェンジです。これ守備固めです。さあ、ここは外に出ました。交代枠をこちら使い切ります。なんとしても欲しい。その前に、おーっと、夏木しっかりキャッチしていきます。チャンス、幸子だが左へそれる。回復かない、ゴール、横飛び。さあ、立ち上がってほしい。ゴールもだいぶ、脚力を消耗しますね。ドミドミしっかり決めてほしかった。クルミが倒れる。さあ、かなりもう両方とも視力を尽くしております。おっと、イゴールがいるぞ。なぜかセーフです。おー、あ、ペナルティーキックも恐れたんですが、これはファルですね。開封、さすがにこれは。さあ、相手の方は元気に見える。ちょっと守備が不足してる。決められてしまった。完全に油断ですね、これは。残り5分だったんですけどね。さあ、攻めて帰っている。さあ、アディショナルタイム1分、ラストチャンス。くるみ、決めた。勝ち越し。キーリード。さあ、ラストチャンスでした。ここで試合終了。クラワカリワーズキャピタル東京に勝利です。スシルが横飛び。先制はクラウンカリバーズでした。先制めてここでうまく回して、緑が強烈にシュートを叩き込みます。日本ダンガーシュート。後半に入ります。チャンスを続けるんですが、なかなかチャンスを決められない。ゴール、キーパー、これも絶対的なチャンスだったんですけど、ゴールがついていけない。ゴール決めて欲しかった。そして守備が手薄になってしまいます。そこを突かれて開封。そして後半47分、アディショナルタイムに
クルミがシ君のヘッド、サヤのこのセンタリングお見事でした。ダーカリバーズ2対1で勝利です。シュート本数は多いとボールを支配したこちらの方が大きいですね。サヨの怪我残念、首位を保持しました。2位はリマッセ大阪です。8勝2敗1分はすごいですね。さあ、そして実はあの筑波長間弥生選手にオファーを出していました。あー残念、再度オファーし直しましょう。東京に勝つことができました。ただまたも怪我に作用が出てしまいました。しっかり決めていきたいところではあるんですが、次の試合、まあ一周明けは一周休みありますが響いていけそうです。そして、2位リマッセ大阪との決戦です。勝って、得点差、勝ち点差を、広げたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いいたします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。動画最後の20秒で関連動画、動画のプレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。